これが小辛で、これがその人のお化粧。こっちは1キロ5本です。シーズン到来ですね。来たね、ついに。11月入って、うん、なんと牡蠣のシーズンが解禁ということになりました。ちょっとしゃっくりがちょっとヒクヒク言いながら来ましたけど、今日はねちょっとね牡蠣のシーズンということで、まあ牡蠣って言ったらね、まあ、広島とかそういうイメージ、あと岡山で言うと日生とか言うんですけど、まあその中でもね、寄島の牡蠣はうまい話をいろいろ聞くんですよね、現地の人から。まあいろいろあるけど、いろんな場所の牡蠣ある、いろいろある、あるけど寄島がいいという、言葉を期待して今日来ました。行きますか。歩道なのかどうなのかみたいな、車も歩きも一緒みたいな、ね、ちょっと自由度が高い。どこで買えるんだろうね。なんかいろんな牡蠣が大なり小なり、むき身とかありますね。殻付きいいですね。規格外とか、あそこなんかありますね。おー、これちゃんきさん、あ、あ、あ、来てました。あ、そうなんだ。何しましょうかね。いいんですよ、ちょっとなんか。じゃあ小辛で。もう大辛はないんですよ。もうでもでかいですね。これが小辛で、これがその人のお化粧。値段どれぐらい？こっちは1キロ500円。2キロで1000円。2キロで1000円。2キロで。2キロでお願いします。はい、ありがとうございます。いいよ。結構あれですね、量が。2キロってこんな重いの？ねえ、かなりな。あれもうなんか。ですね。これ元なんか牡蠣の稚貝をつけてってことですね。なんか紐に吊るして。ホタテ。ですね。ですね。それを使って。紐に引っ掛けて、です。僕も最初なんかなと思って、はい、買いましたね。ちょっと見せてください。うん、はい。だいぶこれが2キロで、2キロで、1000円。だから1キロが500円ということで。安い。はい。でこれからまあ食べようということになってるんですけど、まあ、どこで食べるのかと。ということで、もうこの画面上に入ってます、食べる場所は。本当に？はい、画面上というか後ろです。あの島です。は？あの島まで行きます。船泳ぐ？船でも行きますよ。船で泳ぐ。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。釣り女子酒で行き止まりです。うん、
はい、難なく余裕で島にやってきたわけですけど、もともとはその普通の島だったわけですよね。船で行くことができる島だったんですけど、まあ、今日はここでねバーベキューしようかなと思います。バーベキュー禁止の看板もないですね、うん、前来た時もバーベキューしてる人いたんで、今日はねやっぱゴミちゃんと持って帰れるようにしたいんで、もう本当に簡単な感じでできる、これでかいね、画面を覆うぐらいの、このダイソーで買った500円のインスタントコンロ、4人から5人までのできるという、ちょっとね前とは多分全然違うと思うんですけど、前はちっちゃかったんですね。倍ぐらいあるって言ったの。ですね。ちょっと今日これを使いまして、牡蠣を行ってやろうと思いますね。はい、行ってやろうと。怖いですかこれ。高所は苦手な。このくらいで大丈夫。高所やね。これは全然カキのイカダですね。わあいいな、ゴミ。2年ぶりぐらいね。何これ。ドッキリ？いやドッキリじゃないですけど。エンジンですかね。ああかもしれない。船のエンジンとか。なんなんですかねこれ。昔ですね、まあ、もちろん動かんわ。インスタントコンロ、じゃあちょっと早速入れますかね。ですね、親切な、あ、いいですよね。はい、おー、こういう感じだと。すごいね、この着火剤だけでこんだけ火が出るんだね。あ、雨じゃね？マジっすか？雨、あ、ほんまっす、雨。雨降るよな。うわ、これやばい、量が。すごくない？うわ、いいね。6個ぐらい入れてくる。爆発系マジ熱い。あ、ちょ、マジもう、まず海がない。ああ都の城って海がないけん、川魚とかあと貝こういうのとかもうスーパーでもないよ。ああ、とかもしじみ汁とかそういうのしか食えたことない。会計はやっぱりその辺でちょっと過ちを犯して当たったのが2回。そう、牡蠣は2回当たって2回とも38度9度熱が出て3日寝込むけどがあるじゃん。普通のスーパーじゃなくて精肉店の、まあ岡山では違うけど、やっぱ宮崎のスーパーとか精肉店で買ったささみとか鶏の、あれ生で食う、ね、マジっすか。その日の朝にやっぱ締めた鶏っていうかな、朝締めってやつをその日の昼にスーパーとか精肉店に取るけ、その日の夜にはささみを生で刺身醤油で、実家結構出とったよ。食べるダメかな。いや、ダメだ、もうやめた方がいいです。やめた方がいいです。ちょっとこれ、
わいいね、もう良さげやね。こんな感じですね。はい、こっちどうぞ。いただきます。うん、あ、良い、美味しい、良い。これ味付けなくても美味しい。あ、海の味っていうか塩味、うん、美味しいですね、めちゃめちゃ。いただきます、はい。うわ良い、美味しい。うわ癖になるね。うまっ。これ何本でもいけるね。これいいわ。これさ、その出てきた汁で火がですね。やっぱプレートの方が良かったんですかね。ディスカバリーチャンネルじゃないですか。いや、もろね。これとかってもろ人工やんね。いいか、それも使えます。もう行こう行こう、行っちゃう行っちゃう行っちゃう。キャスとかもいいかもしれないですね。こういう火を作れますね。ああ、で虫が出てくる。ちょっと火力になんか細い、やっぱ薄いやつは薄い肉とかはいいんでしょうね。ああ、前もそうだった。こうやる、カマをやばいわ。カマもこう使われるとは思わんやったって思ったらあ、いいやいいや、もうガンガンやば、火力いいやん。うわ、はあ、うん、気のせいですかね。なんか山のとこがゴソ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 聞こえるんですけど。本当にカサ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 みたいな。雨じゃない。うまっ。うわ、お、釜で牡蠣食べる人います？あらら、うわ、燃えとるやん。あ、ほら、やば、見て、カチカチ。牡蠣タイムですね。うわ、カチ。あ、カリカリです、おいしい。そう？うん。ええ、これがいいかな。これ今入れてる。あっつ、ちょっと待って。いや、あっつ。全然切れんじゃん。あれ？お疲れ様でした。お疲れ様です。ちょっとゴミ持って帰っています。はい、案外その炭とかも短時間で、そうね、あんまり長くするようなんで、本当
インスタントなんだろうね。そう、なんか火事にならないようになんかすぐ分解っていうか、なんかね、砕けね、まあ火っていうか木入れましたけど、あ、そうなの、いうわけです、うん、お疲れ様でした。お疲れ様です。ヤバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。